それでは、忙しい人のための戦国大名家紹介シリーズを始めていきます。今回紹介するのは、奥州宗武陵の末裔、中央の大臣、笠井家です。笠井家は戦国時代には現在の岩手県南部と宮城県北東部を領地としていた大名家です。そんな笠井家は平安時代末期に笠井清重という人物が、下総の国葛飾郡を領有したことに始まります。そして清重は平家や奥州藤原氏との戦いで次々と功績を立てたため、奥州藤原氏滅亡後、奥州のうち伊沢、江差し、岩井、気仙、小鹿など数軍を与えられました。さらには同じく鎌倉幕府の有力御家人であった伊沢家影と共に、奥州全域の治安を守るための役職、奥州宗武陵に任命されました。そして鎌倉幕府が滅亡し南北朝時代に入ると笠井宗家は南朝型、文家は北朝型として活動しますが、南北朝時代中期からは宗家も北朝型に寝返りました。南北朝時代が終わった後の1400年に奥州短大の一人だった宇都宮氏広が鎌倉府に対し反乱を起こすと、笠井家は大崎家と共に宇都宮氏広を討ち取って、大崎家の奥州短大就任のきっかけを作りました。しかし室町時代中期以降は、それまで友好関係にあった大崎家と対立和睦を繰り返すようになり、戦国時代におけるライバル関係の基礎が築かれました。また戦国時代初期の1485年頃には家中対立が激しくなり、12代当主笠井光重も余命幾縛もなかったため、伊達家から伊達宗清という人物を婿養子に迎え、伊達家の介入を受ける形で笠井家の安定を図りました。しかし1499年を境に伊達家の介入を嫌う家臣たちによる打倒宗清の動きが活発化したため、1523年頃に宗清の実家である伊達家から新たに伊達牛猿丸が養子として入ることになりました。ところが宗清はこれに反発し、一時は隠居してふるさとでは出羽国沖多摩郡に移り住むも、1528年に宗清は亡くなり、彼に従っていた家臣は伊達家に対して謀反を起こしました。結局、この謀反は奥州のチンギスハーンこと伊達胤宗によって鎮圧され、笠井家は伊達牛猿丸こと笠井春清が継ぎましたが、新伊達派と反伊達派に分裂している状況に変わりはなく、3年後の1531年に反伊達派は伊達大崎連合軍によって討伐されました。その後、1541年に南奥羽全域を巻き込んだ伊達胤宗春宗親子による壮大な親子喧嘩、天文の乱が始まると、笠井家も胤宗派と春宗派の二つに分かれ、乱に参加しました。そして乱の結果、胤宗派であった笠井春清は亡くなり、春宗派であった笠井春胤が当主となりました。しかしその後も、領内では柏山、江差し、浜田、元吉、富沢など有力国衆がたびたび反乱を起こすなど、領内の統治は安定しませんでした。また天文の乱によって伊達家の影響力は小さくなったものの、陸奥州を奥州短大である伊達家に臣従するという姿勢は戦国時代を通じて続きました。一方で同じく伊達家の影響下にあった大崎家とは、戦国時代を通じて衝突を繰り返しました。その後、1590年に豊臣秀吉が小田原征伐の軍を起こすと、笠井家当主、笠井春信は伊達家に豊臣家との外交を一任して小田原に参陣しなかったため、改易、大名家としての笠井家は滅亡しました。そして笠井家の家臣たちは、同じく改易された大崎家の家臣と組んで、新たに領主となった木村義清に対し、笠井大崎一揆と呼ばれる大規模な一揆を起こし、丘陵奪還を狙いました。結局、豊臣秀吉からの命を受けた伊達政宗や蒲生氏郷らの軍勢によって鎮圧され、笠井春信は逃亡、春信は遠く加賀国にてひっそりと亡くなりました。その後、生き残った笠井家家臣たちは伊達家や南部家など周辺の大名家に仕えるなどして資産しました。以上、笠井家の紹介でした。もしこの動画を見て、笠井家についてもっと知りたいと思った方は、いずれ投稿されるであろう戦国大名家紹介シリーズ笠井家の動画をお待ちください。それでは、さようなら。